あの、一つ聞いてもいい私と会って楽しい単に興味本位で観察しているだけでしょまあ、別にいいわ。好きにすれば。朝起きたら、夢で見たことを日記につけてるの。始めたのは、優と出会った頃からかな。 ただ、どうして始めたのかは思い出せないのよ。よく言われるわ。昼の日差しを浴びたら溶けるんじゃないかって。私、明るい方が好きなのよ。嘘だと思ってるでしょう。 日が沈んでいくに従って、私の気持ちも沈んでいくの。もうすぐ夜が来るわ。真っ暗になっていく。闇が、私を包み込んでくる。眠るのは好きじゃない。だって、夢を見るから。 でも今は、目が覚めたら、一人ぼっちに戻っているかもしれないことの方が、怖い。ユウを見なかった私ね、ある日突然、ユウはいなくなるんじゃないかって、どうしようもなく不安になる時があるの。 魔女を倒しに行くの私が魔法少女でもないのにそんなの困るわ。何もできないだろうし。どうしても行かなきゃダメ果てなしのミラーズの噂は聞いてる。前から興味を持っていて、覗いてみたい気持ちはあるけど、 私が言っても大丈夫かな私は相手の悩みを感じ取れるけど解決なんてできないわ気休めでいい加減な嘘しか言えないのよ夢の中ではいつも人間の醜い感情に襲われて 引き裂かれるような、焼かれるような、押しつぶされるような思いを、繰り返し。心の傷は決して消えないわ。傷は痛み。痛みは、呪いから生まれてくる感情を、正しさだと誤認させてしまう。 ユウが言ってくれたの。苦しみと共に生きる必要なんかないって。私は苦しいことを拒絶してもいいって言ってくれたのよ。生まれたその日に死別したから、両親のことは何も知らないまま。でも、知りたいとも思わなかったわ。 そんな余裕なかったから。今まで私自身を必要とされたことなんて一度もない。いつだって目当ては私の持っている力。でも、言うだけは違っていたの。言うだけは 私ができることじゃなくて、苦しさを、孤独を、私ができないことを知ろうとしてくれたのよ。優は純粋なのよ。だから心配なの。あなたが、もし優にいい加減なことを吹き込んだりしたら、私絶対に許さないわ。 はじめは、神経と神経が、一本ずつつながっていくような感覚で、やがて、心がしっかりと重なると、感情が流れ込んで、うん、見えてきたわ。 魔法少女がいっぱい。こんなにも契約した人たちがいるのね。みんな、誰かのために魔法少女になるって決めたのかしら